にゃんせよ、カオルインだ。はい、ということで今回もやってまいりました、ご飯の時間でございます。今ね、韓国28度とか言ってね、もう夏ですか。なんかポカポカ陽気の春がなくて、なんかうっすら寒い春からの夏みたいな感じで、もう多分日本もそうだけどさ、春とか秋っていう概念がなくなりつつあるよね。もうやばいじゃないの、地球どうしたのって感じ。はい、そんな感じで、はい、地球がやばいと思うんですけれども、そんなやばい地球なんですが、今日も美味しいものを食べに行きたいと思います。今日食べに行くのはですね、みんなの大好きなチキンでございます。イエーイ。はい、ということで、そう、今日はね、久しぶりにチキンを食べに行くんですけれども、今日行くチキンのブランドは BHC でございます。 BHC チキン。なんか本当にさ、絶対そこ噛まないだろみたいなところで噛んじゃうんだよね、意味わかんないんだけど。 BHC チキンから、新しくね、ソーマッチチキンっていうね、チキンが出たんですよ。もう名前からしたら全然意味わからん、どんな味だよみたいな感じなんですけど、すごい美味しいです。私が撮影でいない時だったっけな、編集でいない時だったっけな、お家でね、一人で見せたいって、お腹が空いたからっつって、その新作を頼んで食べたら、なんかすっごい美味しかったらしくて、もう速攻ラインじゃねえ、カタログが来たんですよ。香りやばい、新作めっちゃ美味しいみたいな。で、私も家に帰って一口食べたら、やばい、新作美味しいみたいになって、ミスターがもうこれは絶対動画撮ってあげて、もう日本人絶対好き、食べれると思う、美味しい、絶対おすすめしてほしいっていう、はい、私のね、韓国人旦那ミスターからの懇願もあり、皆さんね、韓国来たらチキンみたいなところもあると思うので、今日はそのね、私もミスターもおすすめの、はい、BHCの新作ソーマッチを食べに行きたいと思います。それから今日はね、まだ全然どこ行くか決めてないんだけど、なんかやっぱりチキン食べてね、ちょっと辛いじゃん、だからデザート甘いもの食べたいなと思って、そう、ちょっと行くね、それではゴー。じゃじゃーん、はい、こちらになります。 BHC チキン、じゃあ食べていきたいと思います。じゃーん、こんにちは。여기서식사되나요？네、タッチパネルだ、注文がもう早速出てる。私以外誰もいない感じですね。まあ当たり前だよね、2時だもん。じゃあ他の BHC が分かんないんだけど、ここはね、タッチパネルで注文なので、一緒にメニュー見ていきたいと思います。新商品なのでね、一番前にありますね。私が今日頼むのもこのソーマッチってやつなんですけど、キッコーメコマンソースはパサカンホンマネヒヒミオイルジンチキンってことで、ソーマッチ、ソースのソースとマネのマ、それからチキンのチ。これさ、韓国語、あ、日本語もあるんだ。お、すごいじゃん。でもこれは新しい新商品だから韓国語しかないんだけど、今回頼むのはこれ待って、巡察とは香ばやば、鳥の足、鳥のヒレ、違うんだけど、なんか芝生チキンみたいな。これ韓国人ぶってるとかじゃなくて、基本的に私旦那が韓国人じゃん、でプラス韓国語で会話するじゃん、だからメニューとか全部韓国語で見るのね、だから日本語で書かれると全然わからん。ちょっと韓国語にするね、ごめん。あ、ブリンクルだったんだ、ブリンクル、芝生チキン、ブリンクルだったね。まあとりあえずこんな感じでいろいろあるんですけど、多分みんなが一番知ってるのはブリンクルってやつ。さっきの巡察って書いてあるのはスンサルって言って、骨がないお肉だけのやつ、食べやすいのは圧倒的にこれ。その下チキン半マリ、パンっていうのが1でマリが引きなんだけど、チキン1はですね、足の部分とか手羽先の部分とか胸の部分とかいろいろ入ってますよって感じですね。おー、これアンズってつまみ系なんだけど、パンドって黄色い桃、パインシャーベット、パイナップルのシャーベットもあるんだ。サイドメニューチーズだったり、まあいろいろチキンだったり、チーズボールもあるね。ちなみにこのね、プリンクルハットグめっちゃ美味しいです。飲み物もたくさんあります。ビールがあったり、ソジュがあったり、コーラとかスプライト。あ、ここは中3じゃないんだね。1人前メニューがある。最後にバンって書いてあるんですよ。バンっていうのが半分です、1話じゃなくて半分。それプラスチーズボールとビール。本来スンサルが私は好きなんだけど、普通のね、ソーマッチにして、ソーマッチもこれ見るとコンボ、ウィン、スティックって書いてあるんですよ。コンボっていうのが足が5本、手羽元が5個、それから手羽先が5個、ウィンっていうのが手羽元が10個、手羽先が10個、スティックっていうのは足が10個って感じですね。なので私はコンボにしますね。それから飲み物、スプライトにしようかな。今日はスプライトとソーマッチチキンの段々で見たいと思います。合計2万9000円ですね。この店舗すごいいいね、タッチパネルだしさ、いいっすね。しかも開放的。2番目だ、久しぶりのスプライトです。いやマジでね、
たの。私が本当に YouTube をやりながらというか、大学生の頃も思ってたし、生放送してる時にも思ってたし、こうやって今ね YouTube をしながらも思ってるんだけど、本当にあのお酒が飲めればよかったなと思って。今だってさ、こんな見て、こんなに天気がいい日に生ビールとチキン、みんな見てたらすごい気持ちいいと思うの。めっちゃファニーボンビーンってなった。早く出てくるといいな。ちょっと歩いてきて佐野とか湧いちゃったから、先にスパイク飲んでいい。ハオ、それ、たんざんみばーす。じゃじゃーん。はい、じゃあこちらが今回私が頼んだ新商品、ソーマッチでございます。美味しそう、やばない。私はね、コンボにしたのでいろいろ入ってるやつなんですけど、はい、じゃあちょっと紹介していきたいと思います。ちょっとトングがないのでフォークでぶっ刺して失礼しちゃうんですけれども、これがね手羽先の部分ですね。それからこちらが、日本ではここドラムっていうのかな、足、韓国ではタリって言いますね。タッタリ、よく好きな人にはこの部分を譲ってあげたりね、自分がこう好意を持ってる人、彼氏、彼女、旦那さん、嫁さん、末っ子だったりね、子供だったり、はい、そんな感じの子に譲ってあげる部分です。これがタッポンかな、うん、手羽元の部分ですね。で、あとこれが、ニンニクなんですけど、これがね、揚げニンニクをヤンニョムでこうね、味付けした、てか絡めたやつですね。これで2万6000ウォンでございます。で、それからね、この、はい、チキンもくれますので、こうやって食べていきたいと思います。あ、そうだ、あと私はスプライトも食べましたね。じゃあ食べていきたいと思います。この前コングスの動画上げたら、概要欄じゃない、視聴者さんに、カオルさんって韓国料理、赤いものを食べに行くときは白い服着て、ああいうなんか白いものを食べに行くときに黒い服着てるんだねって言われて、確かにって思った。まああのね、テーブルにこういう何ブリティッシュ、ウェットティッシュありますので、手がベトベトになってもいいでしょう。さっき一口飲みましたけど、乾杯。じゃあ食べていきたいと思います。やばい。じゃあやっぱり、この部分ですね、足の部分食べていきたいと思います。じゃん、うわー、やばい。久しぶりにね、チキンですね。待って、じゃあいただきます。うわー、うまい。甘辛、甘辛、ヤンニョムチキンの10倍美味しいね。これ何味って言ったらいいんだろう。ソーマッチ味。最高ですね。マジこれは食べてほしい。ヤンニョムチキンって私は辛いイメージないんだけど、辛いのかな。でもそれよりかは本当にちょい辛、もうヒーヒー言わない、全然。辛ラーメンより辛くないです。なんかちょっと赤っぽいから辛そうかなと思うけど、全然、辛ラーメン以下です。このニンニクがね、マジで美味しいの。うっくる、もうお菓子だよ、お菓子。じゃあこの手羽元、化粧品みたいに見せる。でね、まあ、今私平日の、平日じゃないのよ、金曜日だから。なのにこんなに人がね、いない理由が、さっきからね、宅配の人、出前の人がすごい行ったり来たりしてるので、私今ここで食べて2万6000ウォンだったじゃん。でも出前にすると、出前アプリの中で割引クーポンがあったり、出前費が無料だったりして、お店で食べるよりもお家で頼んだ方が安いんですよ、圧倒的に。ちょっと私数字に弱くてさ、数字忘れちゃったんだけど、なんかミスターが教えてくれたの、お家で食べるといくらで、
外で食べるといくらになるんだよみたいなの教えてくれたんだけど、マジでそりゃ店に来なくなるわって感じマジで本当にね、私数字に弱すぎて覚えてらんないよね、値段とか。あ、いくらなんだって思った次の瞬間にはもう忘れてるの住所の最初なんだっけ、あ、郵便番号も韓国のも覚えてないし、日本のもこれだったっけなみたいな感じだから、毎回確認するし、本当に数字がね覚えられない。久しぶりにこんなに美味しいチキン食べたかも。なんかぶっちゃけチキンってなんて言うんだろう、まあ韓国に住んでるからなんだろうけど、チキンも飽きるんですよ。チキンの匂いすらはってなる感じの時とかもあるんだけど、久しぶりにね美味しいチキン、また食べたいって思えるチキン。もう一回このさ、何、ニンニク、サクッと揚げニンニクの音聞かせてあげる。食べたことある人の方が少ないかもしれないけど、ドライドリアンの感じ、食感って感じ。私はね、実は足よりもパッコンって言われる手羽元部分が好き。一番なんか激辛みたいな色してるけど、激辛でもないし、クリンクルみたいにもうすごい甘さだけあるって感じでもないし、これは本当におすすめする。ここ最近のチキンで一番私的ヒット。すごい変わるんだけど、私さっきさ、朝の撮影終わってこの撮影まで時間があるから携帯いじってるじゃん、休みながら。久しぶりに LINE のねゲームをしたの。 LINE のゲームっていうか、 LINE のこのアカウントとさ、こうつなげて自分の LINE 友達がさ同じゲームやってたら出てくるみたいなやつあるじゃん。ライフが5個しかなくて、5回失敗するとライフが溜まるまで遊べないみたいなゲームあるじゃん。それでさ、なんか久しぶりにやってたらなんか面白くなっちゃって、でなんかライフを使っちゃったの全部。そしたらなんか友達にライフをくださいって言いますかみたい なんかそういうポップアップが出たんだよね。でなんかまあとりあえず私なんかそういうのあんまりちゃんと読まないでハイハイとしちゃうから、はいってやったらなんかランダムで送られるのかわかんないんだけど、同じゲームをしてる人に なんかライフを自動的にバッと送っちゃったの。え、まさかと思ったんだけど、急いで LINE に入ったら全然連絡取ってない人とかに送っちゃっててやばいと思ってそこね取り消ししたんだけどえ、マジであれちょっとドキッとしない？経験ある人いるかわかんないけどさ、もし私のこの動画見ててライフ行っちゃったよって友達いたら本当にごめん。信じられないけどさ、昔韓国って出前の手数料っていうの、出前料がなかったんだよ。でもそれを初めて作ったのがキョチョンチキンで、それきっかけで今やね、ほぼ 100% ほぼ多分 99.9% クーポンとか使ったらそのペダル料金なくなったりとかね、アプリの会員だったりとかしたら手数料ないですみたいなところもあるけど、基本的にペダル料、ペダル費って言われる宅配費がないお店ないんですよ。それでもさ、みんな頼むじゃん、美味しいから。すごいよね。ちなみにキョチョンチキンと私タメです。私さ、すごいね、動物めっちゃ好きなの。本当にいろんなね、そういう時間さえあればそういうの見てんの。ナショナルジオグラフィックとかさ、いろいろね見てるんだけど、他にも私が見たやつはピットブルのこうなんて言うんだろう、まあ、戦闘系のちょっと前のめりになってるような
戦闘犬のを飼ってるね、お家があって全部で6匹いたのかな。喧嘩をすごいしちゃって1匹ね、この前足の手が手首から下切断しなきゃならないぐらいなんかすごい激しく喧嘩しちゃって、でしかもその理由がね、お互いが気に入らなかったとかじゃなくて、ピットブルとかそういう戦闘犬の犬って主人を守るため、自分の主人しか見えないみたいなワンちゃんだから、主人が好きすぎてというか、俺の主人だ俺の主人だみたいな感じでなんか仲良くなっちゃったっぽくて、その結果ね足切断みたいになっちゃって、なんかさ、それって結局しっかりとしつけというか、自分がこう扱えなかった結果がさワンちゃんに来ちゃったわけじゃん。でもちろんあのね、あのトイプードルとかさ、チワワとかコメとかビションとかマルチーズとか、お家で簡単に飼えるよみたいなイメージがある小型犬、そのくらいもまあ危ないけど、まあ、噛まれてバッとかやられたらえぐれちゃうこともあると思うけど、まあ言うてさ知れてるとかわかるじゃん。だからまああれだけど、そういうピットブルとかさ、こう猟犬というか攻撃型ワンちゃん飼う人ってさ、私的に資格必要だと思うんだよね。でも大体そういう大型犬とかさ、かっこいい系のワンちゃん飼うのってめちゃめちゃ大変だし、想像以上にヤバいじゃん。だから私ね、資格制度にしてその資格を取って、それを毎年でも半年に1回でも更新しながら講習、ワンちゃんと一緒に講習とか受けてっていうことができる人じゃないと飼っちゃいけないと思うんだよね私は。私あんまり人の名前とか顔さ覚えられないし、一致があんまりしないから、なんとかっているじゃん、なんとかに出てたとか言われても全然思い出せないの。マジで記憶力が悪すぎて、見た映画とかも忘れちゃうし、見た映画の内容とかも忘れちゃうから、本当に良くないと思ってるけど、でも聞いて、いいところもあるの。同じ映画を2回見ても同じように感動できるの。めっちゃ良くない？わー、ちょっと今さ、あの残りをね、あのお持ち帰りしてもらったんだけど、めっちゃ、わー超最悪。値段が切って注文して、なんかレジの方に行って、ここはノンアルコールビールありますかって聞いたので、あ、ないです、すいませんっつって、そしたら買ってきていいですかって言って、その時に私、えってちょっと耳を疑ったの。そしたら、え、じゃあ6000ウォン出すから買ってきて中で飲んでいいですかみたいな。そしたら店員さんが、ちょっと今社長がいないので、私たちにはちょっとどうすることもできないのでみたいなことを言ってて、そしたら、あーみたいな感じで振り返りざま一緒に来たね人にシーって言ったの。多分店員さんも全然聞こえてたし、えーと思って、店員さんもえみたいな顔してて、悪いことしてんの自分なのにさ、ダメって言われたら悪口言うってどういうこと、本当に意味わかんない。本当にマジで常識がなさすぎる、びっくりした。いい大人なのに、見て、見える？この下に置いてあるの、これ買ってきたビールなんだけど、え、マジ意味わかんなくない？びっくりしたんだけど、はい、ということでごちそうさまでした。ごめん、なんか最後怒っちゃって、すごいチキン美味しかったんだけどさ、店員さんかわいそうすぎて本当に意味わからんよね。まあいいや、とりあえずそこの怒りを収めて、まあ私のチキンは美味しかったですよ。何、私のチキンって。まあとりあえず私が食べたチキン本当に美味しかった、本当に美味しかった。いや、私的にはね、本当にあの辛すぎないし、あの甘すぎずに飽きずに食べ続けられる感じだから、ぜひね、韓国に遊びに来たら、あの半顔ラーメンとかみんなすると思うの、一緒に半顔チキンもやると思うんですけど、ぜひあっちを試してほしいですね。普通のヤンニョムよりも辛さが追加されて、はい、あのいい感じですので、ぜひ食べてみてください。ということで、このすぐ前にね、お団子屋さんがあったの。ちょっと日本のあんこ、あんこって名前だったから、なんか日本のお団子だと思うんだけど、あった。ちょっと待って、久しぶりに日本のね、餅でも食べようかなみたいな感じです。ちょっと行くね。見て、名前があんこ、カフェあんこなの、可愛くない？中で食べられるかな。いや、これ超美味しそう。夏限定メニューだって。チャモンビンス、なんだっけこれ、グレープフルーツ、ピンクグレープフルーツのビンスだ。美味しそう。みたらし団子、磯辺団子、
これは売り切れだけど、抹茶団子、きなこ団子、きなこ団子食べようかな。アイスアメリカンなのかよ。アイスアメリカンのよ。で、あと、きなこ団子はなしでや。きなこ団子で、不思議がしない。で、저희 지금 음료 하나 하시면 미타라시 단과 하나씩 서비스로 드리고 있는데 같이 챙겨 드릴까요? 아, 네. 세각다가라서 このこたつみたいなとこ座んない? 나도 사, 自分の他に 日本のお家にもこたつないのに こんな28度もある あのに 韓国でこたつもどきに入るの。 やば。 かき氷も見えてめちゃめちゃビューがいい。 じゃん。はい、じゃあこちらが私が頼んだアイスアメリカーノと、それからね、こっちがきなこ団子で、こっちにあるのがみたらし団子なんだけど、今ね、アイスアメリカーノ頼むとみたらし団子がついてくるんだって。団子串1個食べようと思ったら2本になった。これは不可抗力。あ、やべ、団子いくらか忘れちゃった、まあ、とりあえず、食べていきたいと思います。乾杯。じゃあさ、みたらしが、多分基本っぽいからみたらしから食べるね。日本でもそんなにさ、団子って食べないけど。かわいい。うん、うん、日本のみたらしだ。こたつでさ、やつだけど、こたつに入ってさ、アイスアメリカーノと団子ですよ。あー、日本菓子専門学校を出た人のあれなんだ、が作ったお店なんだ。だから本当に超日本の味、美味しい。うん、韓国旅行だったらさ、わざわざ韓国来て日本のみたらし団子とかこたつに入るっていうのもおかしいけど、留学生だったりさ、在韓のね、日本人の方、日本のお餅恋しくなったらここ来ればいいね。みたらし団子がマジでみたらしの味。じゃん、これがきなこ団子なんだけど、団子自体が美味しいから多分美味しいはず。食べるね。うん、うん、うまい。韓国に住んでる日本の方いる？いたらぜひコメントしてほしいんだけど、ここ来て食べて。団子マジうまだ、やばい。なんていうか、お皿がさ、IKEA にありそうなお皿。はい、ということでごちそうさまでした。どうだったでしょうか。今日はね、DHC の新商品、私の超おすすめのソーマッチっていうね、チキンを紹介したんですけど、本当に美味しいから食べてみて。味濃い好きは絶対好きだし、ちょい辛だから辛いの全くダメって人以外は全然食べれるし、甘いだけじゃなくてピリ辛だからなんか飽きやすくないって言ったやんかなし、本当にね、最近食べたチキンの中で私が一番おすすめかな。昔はね、本当に韓国で言ったらチキンかサムギョプサル、その2つは絶対外せない韓国料理だったんだけど、最近はもっといろんな韓国料理が日本にね、広まって、代表的なのカンチャンケジャンだったり、あとプデチゲだったり、あと市場の食べ歩きとかもね、もちろんみんな入れると思うんだけど、他のものが有名になってきてから、チキンはなんていうの、必須の韓国料理じゃなくなったみたいな。私が感じるにはそういう感じ。昔よりもあんまりチキンを聞かなくなったかな。でも暖かくなってきて、やっぱりハンガンチキンやったりとか、この時期だとね、チキン屋さんも全部窓全開で、パンビアガーデンみたいな感じなんですよ。だから、まあ、この時期チキン食べに来る人も多いと思うので、そういう方はぜひ BHC のね、新しいやつ食べてみてほしい。キンキンのビールと飲んだら美味しいと思います。私もノンアルだったらノンアル頼んだな。韓国あんまりノンアルないんだよね。それからこのカフェね、さっきこの周辺でカフェ探そうと思ったらすごい近くにあって、カフェの口コミもすごい良かったし、なんか久しぶりに日本のカフェとか日本の団子食べようかなと思ってフラッと寄った感じだったんだけど、めっちゃ美味しかったし、特に在韓日本人の方にはおすすめのカフェです。あんまり店内が広くないから、給水とかだといっぱいになっちゃうのかな。ピースとかもいっぱいあるから、ぜひ来てみてください。まあ、ということで今回は久しぶりのチキンだったんですけど、どうだったでしょうか。今回 BHC チキンの新商品ソーマッチの紹介と、日本式の超美味しいお団子が食べられるカフェの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。クラウメンオムルンヨグカツ終わり。